12歳。それは子供でも大人でもない微妙な年齢。変わっていく体、変わっていく心、私たちは思春期の入り口で戸惑いながら大人への階段を登っていく。綾瀬花火12歳。恋はしたいけど男子はデリカシーがないし、彼氏なんてまだ恥ずかしいお年頃。隣の席の男子高尾はいつも私を見て笑ってる。何考えてるかわからないけど、なんだか気になる存在。クラスメイトの青井ゆいちゃんは背が高くて大人っぽくて優しくてとっても大切な友達。ゆいちゃんは意地悪してくる男子檜山のことが気になってるみたい。ゆいちゃんや周りの友達は大人への階段を登っているけど、私はおしゃれじゃないし、わからないことだらけだし、私大人になれるのかな。私たち12歳の女の子のピュアな悩みとキュンキュンな初恋。でも大好き。アニメ12歳ちっちゃな胸のときめきはご覧の時間から放送スタート。みんなで一緒にキュンキュンしちゃおう。